い、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、ディズニーモータースドリームセイラーミッキーマウス90周年アニバーサリーエディションを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このトミカはディズニーモータースドリームセイラーミッキーマウス90周年のアニバーサリーエディションです。で、セブン&アイの販売店特別仕様だね。で、正面の方のデザインを見ていくとこんな感じだね。先頭の部分にミッキーのデザインがされてて、中央の部分に90周年のロゴがプリントされてます。で、このまま上を見ていくと、この部分もミッキーの耳の部分をデザインしてるのかな。で、横を見るとこんな感じだね。ここの部分にドリームセーラー MM1928 ってプリントされてて、怒りの部分はこれはミッキーが怒りを持ってるイメージなのかな。で、パドルの部分にはミッキーのデザインがされてるね。で、こういうところの窓ガラスもミッキーの形をしてます。で、90周年のロゴもここにプリントされてるね。で、後ろの方はこんな感じだね。ここの部分にはディズニーモータースドリームセーラーってプリントがされてるんだね。で、一番後ろの部分にはミッキー1928ってプリントがあります。で、反対側はこんな感じだね。これも向こう側と同じデザインになってるね。で、上の方を見ていくとこんな感じだね。ちゃんとこういう看板の部分とかもデザインされてるんだね。内装の方はこんな感じだね。特に船室の方はデザインはされてないね。窓ガラスの部分はイエローのクリアパーツになってます。で、ギミックの部分はこのパドルの部分が回転します。で、もう一つギミックはこの後ろのフラッグだね。これが取り外すこともできるんだね。で、裏の部分はドリームセーラー2018年の写真になってます。ディズニーモータースって言っても車じゃないね。船だけど車輪がついてるから手転がして遊べるのかな。こんな感じだね。で、ちょっと船体を傾けるとパドルも一緒に回ります。箱の方は正面のパッケージにドリームセーラーのイラストはね。で、こういったところに90周年のロゴがプリントされてます。で、ここは販売店特別使用者って書いてあるね。で、側面はこんな感じだね。で、裏の部分はこんな感じになってます。はい、今日はディズニーモータースドリームセーラーミッキーマウス90周年アニバーサリーエディションを紹介しました。で、トミカって言っても外国船をイメージするっていうところも面白いね。で、今回のこのデザインはセブン&アイの特別使用車だけど、通常版もあるね。通常版とのデザインの違いはこんな感じです。全体的なカラーリングの違いと90周年ロゴがこっちは入ってるね。で、ディズニーモータースがこういった船のデザインで発売されるっていうのも珍しいね。で、このモデルはオムニセブンで予約して購入したんだけど、セブン&アイオリジナルなのでセブンイレブンで購入することもできるね。で、ミッキーマウス90周年の限定トミカなので早めにチェックしておいた方がいいかなと思います。で、今回このデザインと同時にあと2つ発売されてるね。これは上の方にリンク貼っておくのでまた見てください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。